どうも、内山美恵です。大志ちゃんに電話します。あ、もしもし、大志ちゃん。今ね、実はね、私お隣の県まで来てるんですよ。そう、これからもう夕方だから宮城戻る。今日スノーボードのイベントでスポーツショップ店さんに1日入れてもらってたんだよね。お隣でしょ。今日ね、ショップね、やめる、無理今日ね、ショップの中でね、ポケモンのね、可愛いガチャガチャがあって、それダブったなるから今度会った時渡すわ。いや無理だって。え、お祭りあんの？いや、お祭りなんてどこも一緒じゃないですか。なんだ、だって明日私宮城で用事あるもん。昼までに帰んなきゃいけない。無理無理、もう帰るよ。でも夕方だもん。まあ確かにお祭りは、そう、今回ね、縁毎日行けなかったからね、地元の祭り。まあ行きたいんだけど、でも今日一日だって立ち仕事でさ、めっちゃ疲れたんですよ。あれで泊まる準備何にもないもん。だってこのイベントの服だからさ、寝巻きとか買えばいい。うん、そうだね、買えばいいね。確かに確かに。まあ、お祭り、お祭りはまあ今日しかないよね。確かに行っちゃう。そしたらでも止めてよ。じゃあ、まあ、スウェットとか安いところで、まあ、ユニクロとか、まあ、ダッシュで行って、じゃあ買ってくるわ。マジで？マジで？行っちゃう？大丈夫？あり？はい、じゃあまた連絡します。はーい。マジっすか？ってことは寝巻きとかないから、ちょっととりあえずちょっと今のお店でサクッと買ってきますわ。いや、マジで急いで買ってきましたわ。とりあえずこれすげえ安くなってたから、まあ、下着とかスウェットちょっと、まあ、買ったんで、よし、じゃあ今からダッシュで新潟行くぞ。マジか。さあ行きましょう。というわけで着いちゃいました、新潟県。私ね、地元で縁毎日っていうこういう屋台がいっぱい出るお祭りあったんですけど、今年スケジュールが合わなくて行けなかったんですよ。じゃあ早速見て回ろうと思います。すごい通路がね、思ったより狭いんですよ。あ、ポッポ焼き来た。ちょっとポッポ焼き並ぼう。どうか、いいかね。はい、ありがとうございます。いい、なんだっけ、9本だね。蒸気パン。蒸気パン。北斗味ですよね。出来立て、熱々。出来立てだよ。はい、ありがとうございます。やったー。新潟といえば、新潟名物ポッポ焼きだよね。とりあえず9本入り買えた。さっきのね、動画で見せたんですけど、もういつでもね、焼きたての熱々なんですよ。おにゃぴょんぴょんって。こんな感じ。さあ、いただきたいと思います。いただきます。こんな食べ方初めてしたわ。あ、屋台によってお店が、屋台によってお店は違う。屋台によって味が違います。祭り来たって感じ。地元柏崎でね、食べるポッポ焼きはこれよりもうちょっと甘いかな。うまっ。いつも食べてるポッポ焼きと全然違うかも。いつものはね、すごいしっとりしてふわふわって蒸気蒸しパンって感じなんだけど、ちょっとねカリッとしてて、外皮がね、結構しっかりしてます。うまい。
もうずっと運転してて夕ご飯食べてなかったからめっちゃ美味しいです。ごちそうさまです。うまい。もう止まんないからもう一本食べようかな。あっち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 。あ、ちょっと元気出てきた。うまっ。おいしい。うわ、たこ焼きも食べたい。今何流行ってるんだろうね。あー、お好み焼きとかさ、焼きそばも食べたいね。あー、広島風お好み焼き、え、めっちゃうまそう。もうちょっと見てみよう、周りを。周りを見てから決めよう。あ、タイラーメン食べたい。新潟の方がポップ焼き屋さんがいっぱいあった。今ね、広島焼きと炊き子焼きと焼きそばで悩んでます。問題はあとどこの屋台にするかだよね。はあ、どうしよう。自分の好みに合う方がいいな。どっちかっていうとね、もう油がっつりですっていうよりはさっぱりしてる方のやつがいいな。よし、決めた。広島焼きにします。さあ、買ったぜ。普段こういう焼きそばとかたこ焼き系って全然買わないんだよね。実は小学校ぶりに買ったかもしれない。よし、買えた。今夜の夕飯、広島焼き。さあ、食べるとこ探そう。たこ焼き買うよ。あったあった、これにしよう。ここのたこ焼きにしよう。はい、はい、あれね、ごめんよ。あ、ありがとうございます。どうもね、晴れてまーす。次のソースからです。ソース、はい、全部ソースです。あ、ソースで、どうしようかな。値段も一緒ですか？全部一緒です。じゃあ、チーズのせで。チーズのせで、はい。前も乗せてくれてる。はい、ありがとうございます。あー、買えた買えた。じゃあ戻ろう。食べれるところを探して戻ろう。ケバブケバブケバブも美味しそう。あ、めっちゃポッポ。はい、改めてね、ちょっと静かなところに来れたので早速食べていこうと思います。どっちにしよう。屋台と言ったら、私ね、ここ数年間、いや、もっとだな、10年間ぐらい、こういう油で作ったような屋台のものって、持たれるからね、全然食べてこなかったんですよ。ですが、今日はね、一日動いたし、長距離で、今もうね、9時ぐらいなんですよ。ちょっとすごくお腹が減ってしまったので今回これ食べていこうと思います。タコ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 、いただきます。うんうん、タコめっちゃ入ってる。うんうんうん、ちょっと難しすぎるから手で食べます。あの竹串みたいなやつでこう挟むっていう、その高等技術はちょっと持ち合わせておりません。うん、チーズを感じた。めっちゃうまし。うまい。お腹減ってた。マジで超おいしい。やばい、うまい、うん、タコおいしいな。あざす、タコおいしいわ。当たり引いたね。今回の屋台は当たりでしたわ。さて、お腹いっぱいになる前にもう一個も
すごいな、こんなにソースがドランってかかってる濃い味のものってあんまり食べないからね私。キャベツたっぷりでございます。かぶりつきたいけどね。あーうまい。うん、キャベツあったかい。うーん、やっとご飯おいしい。もう時間も時間だから帰っていく人が多いね。ん？卵か？これは麺なのか？何なのか？誰だ？麺と卵と七味とレタスとなんかいろいろ入ってた。いやーいいですね、美味しゅうでございます。いやマジで本当にダイスちゃんにいい情報を教えてもらいましたよ。地元のねこういう屋台のお祭りに行けなかったんだけど、こうやってカンバラのお祭りに来ることができてよかったです。でね、急いでね寝巻きとユニクロで下着とか買ってきましたから、じゃあこの後はダイス亭の方にお邪魔していこうと思います。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンとまだの方チャンネル登録お待ちしております。 Twitter、Instagram いますので内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。すごい長い距離屋台があるみたいなんだけど、今回はねちょっと一部だけだったんで、また機会があればゆっくりとねすごい長い距離歩いてみたいなって思いました。よかったらお友達にシェアしてもらえると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。